皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作局チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。2023年、これが1回目の動画になるわけなんですけれども、まあ本来でしたらここで、新年のご挨拶を申し上げるところなんですが、うちちょっとね、夢中なもんですから、今年はその、新年のご挨拶に、ね、ちょっと、ご遠慮させていただきたいと思うんですけれども、まあ一番最初、今年の動画もですね、やはり、化石発掘関係の動画になるわけなんですけれども、まあ前回の動画でも言いましたように、いわき市アンモナイトセンターの体験発掘、今年の第1回は1月の7日からということになるわけなんですけれども、自分はちょっと7日8日と、ちょっと諸事情で参加ができないんですから、その前に、まあ仕事がちょっと忙しくなる前にですね、ちょっと、巡見に行ってこようかなというわけで今日来てるわけなんですけれども、まあ場所は広野町で、まあいつも行っているあの大路とですね、こう断崖になっているところとはちょっと違う場所なんですけれども、先月、まあ年末にですね、そこをちょっと通った時にこう崖から、大きな岩がこう転げ落ちてまして、ふと気になったんで、ちょっと見てみたんですけど、そしたらその表面にですね、あのイノセラムスがなんと露出してたんで、これはもしかするともしかしてなんかいいもん入ってんじゃないかなと思って、で年末からちょっとちびちび体験発掘の帰りとかによって、掘ってはいたんですけど、まだちょっとその見惚しいものは出てこないですね。イノセラムス以外のものはちょっと出てきてなかったんで、まあ今日ですね、午前中をその、岩を割る、作業をして、まあ、午後はですね、またいつもの路頭に行ってちょっと掘ってみようかなと思います。はい、はい、というわけでここがその、別の路頭の場所なんですけれども、まあ、動画にしてなかったかなとは思うんですけど、初めてこう広野で、巡見をした時にこう何回かいろいろこう巡った場所があるんですけど、その一番最初に来た場所だったんですね。でここをご覧のようにこう灰色の砂岩の、露頭が出てるわけなんですけど、ただそのなんかこう引っかいたような跡がこうこの露頭にあるんですけど、それはおそらくこの道ですね、この道を広げるためにこの壁を削った跡かなと思うんです。ここを、Google Earth の、ストリートビューで見ますと、まあ、2013年くらいの画像があるんですが、それを見ると本当にね、ここ、本当に車、まあ、軽自動車が1台通れるかどうかっていうくらいの、道幅しかなくて、この今もこれ路肩にこうボーボー生えてますけど、こういう、雑木がこうほぼ覆いかぶさって、本当に車ギリギリ本当に取れっかどうかっていうぐらいの状態だったんですけど、それが今はこのくらいに広がってまして、まあ、自分の車を止めても、まあ、軽自動車くらいだったらこうね、輪をできるくらいの幅がある状態にされていて、でこちらですね、これが年末から多少削りながら、やってた石、まあ、岩で、ここですね、ここのこのくぼみからおそらくこうドーンと落っこちたんだろうと思うんですけれども、まあすでにこれ割って、半分くらいの大きさになってるんですけど、まあ相当大きいものですね。でまあこれ断面見て分かりますけど、これスパって割れてますよね。多分この断面がここにあるんだと思うんですけど、だからもっと大きい岩がここに埋まってはいると思うんです。はい、はい、ご覧の通りこの岩の中からこうねイノセラムスが出てくるわけなんですけど、ただこの岩がノジュールかっていうとなんかそういう感じではないんですよね。この石の質感が単純にこの、砂岩が、非常に硬く固まっただけの岩のように見えるんで、だからノジュールみたいな感じでこの化石が入ってるわけではないと。生物の化石を確認してこの、ノジュールが成長したっていう感じではないんですよね。
なのでイノシラの水害にもしかすると出ないかもしれないんですけど、まあ期待を込めてね、この岩の方をちょっと割っていきたいと思います。はい、1時間半くらいせっせと割ってみたんですけれども、やっぱりイノシラムスのかけらですかね、まあ、二枚貝の化石としてはイノシラムスしか見えない感じです、はい、それ以外にはあの、海底で、小動物が通った後に砂が入ってそれが化石になるあのサンドパイプですね、それしか見つかりません、はい、ただまだ岩はこんだけ残ってるので、まだ中にね、もっと貴重な化石が眠っていることを期待して、今日はですねこの時点で終わりにしたいと思います。はい、はい、というわけで、本年初めての巡検をやってみたんですけれども、まあちょっと期待したようなものは取れなかったわけですけれども、やっぱりですね、ここから、アンモナイトを確実に出すっていうのは本当に、至難の技だなっていう感じはするんですけど、まあ本当にアンモナイト出したのが去年の3月4月頃で、その後の体験復活が再開したんで、あんまりちょっと巡検には行けてなかったわけですけど、一応こう折を見てこう何回かは行ってたんですけど、やっぱりアンモナイトはこう出せなくて、あの場所は去年9月か10月くらいまでは全然こう、まあ、平らとは言わないですけども、ほとんどこう傾斜のない状態だったんですけど、10月に入った頃に行った時に、なんかドリルかなんかの工具を使っておそらくこう粗削りガリ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 ってやったような感じで、もうこう斜めにえぐられちゃっていたんですよね。なもんで
あの傾斜は本当にあのアムネスセンターのダーキンハックスの路頭よりも傾斜が急ですから、本当に斜面にこう張り付いて掘るような感じになっちゃって、足がこう痛くて痛くて、落ち着いて掘れないようになっちゃったんですね。あれはちょっとよろしくないなと思うんですけど、うん、あそこの場所とちょっと離れた場所にも同じ地層がこう出てるんですけど、そこもこうドリルでえぐられちゃってたんで、うん、それはちょっとよくなかったですよね。まあとにかくこの正月でなまった体にはちょっと激しい運動が効きましたけれども、まあ7日8日がちょっと参加できないんで、自分はその次の週からが大金発掘の参加になりますけれども、またね、今年も頑張って、アンモナイトもサメの歯も、いろいろこうね頑張って出していきたいと思ってます。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンをチャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。